き締まりましたね。これやばいっすね、だいぶ声が出ないっす。これドッキノコ、喉との戦いでしたね。正直頭いってんじゃないかな。ちょっと熊危険地帯、ノルマは死ぬ。寺修行6日目、昨日一晩10万トラをした正前にある変化が起こっていた。声が出ないっす。どうしたらいいっすかこれ。正前は過酷な修行の末、天竜源一郎のような声を獲得した。あと2日ですから。そうっすね、あと残り2日頑張ります。朝食を食べ終えると今日の修行が伝えられる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はね、峰入り修行って言われてるんだけど、水源地に国道様が祀られてるので、そこをお参りに行きます。はい、今回正前は峰入りと呼ばれる山登りの修行をすることとなった。目的地には不動明王が祀られており、ここにお参りすることが目的である。片道2時間はかかる険しい道のりであるはずだが、でもやっぱり空気がうまいっすね。いやそうですね、違いますね。滝具やマントラを乗り越えた正前にとってはピクニック気分であった。しかしこの山はそんな甘いものではなかった。ここなんか通ってるな。え、このまま通ってる。ちょっとイノシシっぽいな。何も知るようになってたわ。この辺の草も草にいる可能性もあります、ね、あるよ。クマ、イノシシ、マムシと入山早々に山で出会ったらおしまいランキングトップ3の痕跡が見つかる。これにはウキウキだった正前も。これやばいっすね、だいぶ。で、周りをキョロキョロすること大事なんだ。はい、ノルマは死ぬ。え、マジでさ、あんまそういうこと言わないでほしいっすね。嘘か本当かわからない師匠の言動に怯える正前。着実に山に登っていき、中間地点に着いたところであることが起きる。あ、それは熊っぽいな。熊が寝た。熊の寝た跡が見つかった。最近つけられた跡のようで、まだ近くにいる可能性もある。熊の痕跡に釘付けになっていた正前が振り返ると、相手を手にした臨戦態勢の師匠がいた。ナタを腰に刺したまま歩き出す師匠。立て続けに熊の跡が見つかり、いよいよ緊張が高まる。ここで師匠が新たなものを見つけた。はい、父竹だ。はい、よいしょ。赤もみ竹だった、失礼。この緊張感の中、急にキノコを拾い始めた師匠。正前も開いた口が塞がらない。キノコを見つけるたびにこうそのキノコの紹介をされたんですけど、もうもはやキノコ探検になってましたね。どなたも言ってるんですか。あ、何、いや何でもないです。あ、クリタケがあった。これクリタケ。いつも銃が出てきてもおかしくない状況でキノコ狩りをするモンスターハンターのような状態に。するとまた新しいキノコを発見した師匠が思いもよらない行動に出る。これニガクリタケだな。これ毒キノコ。食べて大丈夫ですか。1グラムよ。あ、ニガクリタケ間違いねえ。めちゃくちゃ苦いし、まあ、正直その師匠がその毒キノコを食べた時、こいつマジか、正直頭いってんじゃないかなって思いましたね、その時は。毒キノコの毒味という嘘みたいな光景に悪気を取られながら歩いていると、とうとうラストスパートに近づいていた。しかしこの死体には最難関ともいえる問題が。ここにブルーシートを見ると、ここ熊危険地帯なんですよ。とにかく気をつけていってみて。はい。奥に見えるブルーシートの中には売り物にならないリンゴが処分されている。リンゴ目当てに多くのクマが集まってくるため大変危険なエリアとなっている。スタンバイ。
そうなの。師匠がついに抜刀、キノコ狩りから本格的な狩猟クエストにランクアップ。あ、え、リンゴがない。ここにクマの痕跡はないだろう。残念。じゃあ奥まで。運よくリンゴは置かれていなかった。一命を取り留めた討伐部隊、予定の時間を大幅に超えてしまったが無事に到着することができた。お供えを置き祈りを捧げる。トワダヤウンタラダーガンマンナーマクサーマンナーバーサラナンセンダーマーガルシャーナーソワダヤ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。山を降り昼食を済ませた小禅は次の修行の準備をしていた。お疲れ様です。お疲れ様です。なんで、なんすかこの無言は。何ですか。いや、似合ってるな。清掃で登場した小禅、どう見ても天狗の落ちこぼれにしか見えないが、以前までの囚人よりは幾分かましである。そして修行が行われる労働へと呼び出された。はい、それではね、これからゴマ修行って行います。ゴマっていう言葉はもともとインドの言葉なんだけど、どういうことかというと煩悩ってあるんだよね。煩悩、そういうものを焼いてしまえる。具体的には今日やってもらうのは太鼓の係だ。今回行うゴマ修行とは、太鼓の音とともに先日小禅が割った薪を燃やしながら祈祷を捧げるというものである。小禅に任せられたのは、師匠が終わっていいよというまでこの太鼓を叩きながら阿弥陀運慶を唱え続けるというプチマントラのような仕事だ。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは師匠がフィギュアスケートのようなターンで位置につき、ゴマが始まる。ついに始まったゴマ修行。連日喉を酷使している小禅は最後まで阿弥陀運慶を言い続けられるのか。まあ、その前日のマントラの、まあ、せいもあって喉との戦いでしたね。小禅の薪が焼かれ火事レベルの煙が上がり始めた。その後もどんどん薪を入れていき、どんどん煙が充満していく室内。その頃小禅は自分で割った薪で死にそうになる新手の自殺のような状況に。煙、想像以上に、まあ、すごすぎて、まあ、息ができないっていうのと、あの薪、まあ、自分で割った薪なのに苦しい思いしてやらないといけないのかなって思いました。そんな限界状態の小禅をよそに、師匠はどんどん燃やし続ける。もう火事と何が違うのかよくわからなくなってきた。いつ終わるかもわからない中、太鼓を叩き続ける小禅。煙で部屋が何も見えなくなった頃、ついに身長大本の所存。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やばいっすね。よく我慢したね。すごいね。とんでもないタフさを見せた小禅。そしてもののけ姫の三輪明宏みたいな笑い方で煙の中に消えていき、ゴマは終了となった。この日夕食を食べ終えると
師匠から呼び出された。終わりだな。そうですね、まあ、3日間よくやったと思うよ。最初の水行と比べて、うん、一番最後になるにつれてやっぱり気合の入り方がだんだん、そうだね、違くなってって、うん、修行ってそういうものだと思うよね、はい、最初にも言ったように心と体というものは同じものなんですね、うん、はい。師匠が正禅に伝えたいことは、人は簡単に変わることはできない、毎日少しずつ変わることが大切だということ。そのことに気づくためにこの6日間毎日厳しい修行を行っていた。まあ投げような短いような短いような投げような投げような短いような感じで、そうです。どうだ1週間割と早いなと思ってて、1週間は寂しいなとは思うんですけど、また来るかって言われたらまあ来たくないですね。嫌ですそれでいい。初めて聞かされた修行の意味、正禅はどのような気持ちで聞いていたのだろうか。まあ正直その今まで修行の意味とかも分からずやってたんで、なんで俺こんなことやらされてんのってすごいイライラしてたんですけど、その理由を聞かされて、残り最後の1日なんで、そっからまあちゃんとやろうって引き締まりましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。明日最終日ですけど。そうですね、寝坊、逃げる、タバコはなしで、はい、さすがにね、はい、最後の1日なんで、最後頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。残すところ1日となった寺修行生活、復帰をかけた正禅の調整は有終の美を飾ることができるのだろうか。調子はだいぶ最悪です。あ、それきついよな。三十道具用さん、え、うまいじゃないですか。うん、とてもタフな人がいて、僕一人でみんなについていくみたいです。